こんにちは、中村太一です。こんにちは、鈴木はじめです。そして引き続きあのトーナメントチームメイトのお二人のメンバーにもお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回の企画はいやーっていうゲーム。いや言いました。はい、何でしょうか。こちらのゲーム、原案中村太一。実はね、実はね、なるほど、まあ、めっちゃパクリなんですね。はーっていうゲームってご存知ですか。うん、はい、あ、さすがですね。やったこともある。すごい、これは話が早いぞ。さすが。じゃあはじめさんだけご存知ないですか。私実は知らなくて。いやでも私もやったことないんで。やったことなかったんですけど、はい、はい、どういうことですか。はい、そのボードゲームの将棋版ということで、棋士が対局中に発するいやー。なるほど。これがどの棋士の嫌なのかを当てていただこうと思います。相当難しいと思いますよ。嫌で嫌だからね。でも嫌はみんなの口癖じゃないですか。言わない人いなくない。いないですね。うん、ということはもうこの嫌を聞けばまあ皆さんは分かるってことですね。どの棋士かっていうことはね。いやでもみんな言うから逆に分かんない。違いを出せるかどうか。全然違いを出せるわけじゃないですからね。でこの後お一人ずつあるテーマを出しますので、その方のイヤーをやっていただいて、残りの3人にどの棋士なのか当てていただこうと思います。で当ててもらった、モノマネした方と当てた人両方に1ポイントが入ります、うん、なのでうまくやった方がポイントがたくさん得られる。だから3人全員に当ててもらったら、例えば私がモノマネしたら3ポイントもらえるってことね。そうですね。2人に当てたら2ポイント。ほう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 、大きいですね。大きいです。ちなみに自信のほどは、いやそうやって使うんですよ。使い方が良くてもう差を感じてます。いや合わせたの。100通りのいやを使い分けてちょっと勉強しながらという感じになりそうですけど、じゃあ順番決めていただいて、じゃあじゃんけんでいいですか。じゃんけんぽい。弱い。お、でも一番手ってあんまりどうなんだろう。うん、どうだろうね。怖いですね。他のやっぱ。あ、見てからいいですか。顔を決めておきます。じゃんけん。ぽい。俺弱い。一番弱い。一番弱いね。何番？あ、選んでいいんです。うん。あ、なるほど。じゃあもう日本人らしく3番ぐらい。うわあ、日本人らしく3番。控えめな感じで。私もじゃあ奥ゆかしく2番で。どっちも嫌だな。じゃあせっかくなんで1番で。おお、いやー。4番で。いや4番で、はい。じゃあ最初のお題はこちらの方です。わかりました。はい、では顔を上げていただいて。やっぱりバンコもある方がね、いや入りやすいかなと思って。いや確かに用意してますんで。あ、これいつ言ってもいいよ。じゃあ、いきますね。はい、3、2、1。いや結構大きめだぞ。ダメだ、わかんない。あ、そっか、これ我々選択肢は見えないんだっけ。じゃあもう見ちゃいますか。うん、選択肢だけ見ましょう。なるほど、選択肢。じゃあ見た上でもう一回、うん、今回お品書きこれです。もう一回やってもらっていいですか。じゃあこれ見た上で、はい、うん、もう一度お願いします。いややばいな、難しすぎる。でもまあこれだろう。いやまあこうかな。さすがにここでしょうね。じゃあ、はい、あ、私からはい、はい、豊川先生。私も豊川先生。いや私はあの佐藤康美先生で、ね、やっぱり行きたいと思います。では渡辺先生のから正解をお願いします。はい、正解は豊川先生です。いやちょっと大きめの嫌だったもんね。なんかちょっとリアクション大きい豊川先生っぽいかなと思った。
ちょっと見えない敵が飛んでき、見えない敵が飛んできた時のイヤーみたいな。なるほど、ちゃんとシチュエーションも頭になったんで。じゃあちょうどあの大分で一緒だったんですよ、お仕事が。そっかそっか、行ってませんでした、イヤーって。いや、違う家がたくさん行ったんですけど。確かに焦ってる時、イヤーよりガッチョーンとは言ってる。もっと癖が強い時になりますけど。いや、でも2人に正解していただけてよかったです。では、2番目の方に移りましょう。うん、はい。だから、はずし君は2ポイントってことね。はい、そうです。我々、1ポイント。こちらでお願いします。はいはい、じゃあ見ますか。はい、それではお願いします。いやえこっちが嫌って言ってる。いやそうだね。いや今特徴のない嫌だったね。なかったなかった。あら、ちょっともう一回完璧なつもりだったな。もう一回いきます。いや、あーちょっと分かったかもしれない。難しい。難しいね。伝わってない。確かに選択肢見てもなんかピンとこないのが難しい。そうか、自分ではうまくできないけど人に伝わってないパターンなんだ。みんな嫌って言い過ぎなんだよ。違う。決まりましたでしょうか。決まりました。はい、いいですか、予想から、はい、私からいきます。羽生先生。私も羽生先生です。山崎先生。いや、確かに。では正解をお願いします。正解は羽生先生です。おお、はじめさんだけだ。俺だけだな。いやでもなんか二択でした。二択だった。いや二択でした。なるほどなるほど。いやナチュラルにナチュラルに出てくる。これは浮かわなかったな。よしよし、いいぞいいぞ。でも言われたことがあるとなんかちょっと想像がつくって言われたことがある。いやマジか。いや、これが本当に嫌って感じなんだな。はい、誰やってでもそうか。はい、では、顔上げてください。いきます。お願いします。いやー。わかったぞ。いや、これはなんか…うん、うまかった気がする。これ、才能ありました。わかったぞ。なんか、一発目で、こんなに…うん。あ、でも、秘伝にもう一回お願いして。いや、もう一回、もう一回ですね。まあ、ちょっと、もう一回お願いします。いやいや、うん、あ分かった分かった。もうじゃあせーのできますか。はい、せーの、藤井聡太先生。え私藤井先生。私先生。え私深浦先生だと思いました。それでは正解発表お願いします。藤井先生です。ああ、そうなんだ。やっぱでも難しかったか。師匠、そうか、師匠、師匠の場合どうだったんだろう。いや、これから出るかもしれないから。確かに。そうか。あ、確かに。確かにちょっと似てらっしゃるかもね。やっと1ポイント。あ、そうなんだ。いや、ちょっともうちょっと特徴出せればよかったですけど、分かんなかったですね。よし。はい、顔を上げてください。それでは、お願いします。いや、それはじめさんの嫌じゃないですか。いや、いない、そんな人いない、いないいないいないよ。ひどすぎるこれ。誰かわかんないよ、本当に全然わかんない。いないわ。いない、本当にいない。ひどいひどい。これは怒られた方がいい。しかもなんか手でこうやって分かんないっすよね、これ。いや、全然分からない。いや動作で伝えようとしてくるのずるいしかない。まあ、もう消去法か。いや、全然消去できないんだよ。消去できない消去法いきますか。じゃあ、私からいい。はい、はい、佐藤康美先生。じゃあ、丸山先生で。佐藤康美先生で。それでは正解発表お願いします。深浦浩一。
全然違うでしょ。全然違いますよ。すごい不評だった読めてないんだな。ちょっと似てると思ったんだけどな、自分で。いや、もう矢先先生ぐらいか丸山先生の2択で絞られて、まあどちらかというとって思っちゃいましたけど。いやちょっとないですね。嫌が足りないですね。嫌が足りない。嫌が足りない。これ難しい。いや難しい。でもこれ嫌だから師匠のやつ間違えても何も問題ないですね。指してとか棋譜だったらあれですけど。確かに嫌だから。さあ、ということで一巡終わりました。ちょっと成績の整理しましょう。和志、はい、先生3ポイント、3ポイント、はい、大地先生4ポイント、佐々木大地先生4ポイント、はじめさん1ポイント。まあでもここから逆転できるようになったから、ここからちょっと気合い入れて直してね、ちょっと頑張っていきたいと思います。ということで2巡目に入るんですが、2巡目お題いやーじゃなく投了。投了ですか。投了の仕草を真似してください。仕草。発声も OK です。発声、あ、もう動きもあります。その周辺の、その直前の動作も含めてってことですね。そうです。直前の動作もあり。直前の動作もありですか。あんまり長い、あんまり長いわけですね。でもありです。あー、むずっ。これがどんどん上がってくる。特徴的な人は一人一人、わかりましたか。わかりません。はい、顔上げてください。それでは投了お願いします。あ、負けました。あ、ちょっともう一回いいですか。あ、負けました。あ、まあでも、あ、分かったかも。この先生ですかね。あ、が特徴的だね。なんか、うん、伝わったかな。回答お願いします。佐藤康美先生。あ、私も佐藤康美先生でした。同じく佐藤康美先生です。正解発表お願いします。正解は佐藤康美先生。あ、やばい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 、満票。嬉しいな。なんか喜んでるかも。嬉しいですね。あが特徴的だったね。確かに、あって言ってるイメージもありましたね、いうイメージあった。完璧ですね。いや、やった、ガッツポーズ出ちゃう。こちらでお願いします。はい、顔を上げてください。それでは投了お願いします。負けました。結構例が深かったですよね。うん、確かに。いや、ちょっとやり直したいかな。じゃあもう一回お願いしていいですか。負けました。難しい。いや、むずいな、これ全然わからなかったな。いや、違うんかな。これしかないね。これしかないんですか。これしかないね。どれしかないんですか。こっちもう一パターンいいですか。もう一パターン。もう一パターン。こっちかもしんない。参りました。わかんない。あー、ありましたって投了する先生って結構稀有だと思うんですけど、あんまり。確かに。でもこの先生たちあんまり勝ったことないから言わせられなかったから分かんないですね。参りました。参りましたって言うか。負けましたか。参りましたなって。いや、間違えてる可能性ある。間違えてる可能性ある。今までいたか。参りましたって言った人。間違えてる。初めて聞いたの今。なんと分かんなくなってる。聞いたことあります？いや、ないっす、ないっす。参りましたなんて聞いたことないけど。参りましたって聞いた。いや、何パターンも使い分けてくる先生。もう日光ぐらいあるんだ、その先生のストックが。いや、違うかもしれない。じゃあ、お願いします。はい、回答お願いします。はい、私、山崎先生で。はい、私は藤井聡太先生。羽生先生。正解は山崎先生でした。もうやったー。いやー、でもよく当ててくれた。これはちょっと難しかった。どうやる、どうやる。いや、どうやるかと言われると困るんですけど。どこで逆に気づきましたか、山崎先生。でもなんかその、なんかちゃんとこう手を合わせてなんか頭を下げてるとか、なんかそういうところとかがなんか山崎先生っぽいのかなという。確かに。でもなんか岸野先生のなんか投了してる姿ってあんまり印象に残ってないのかもしれないです。なるほど。
いやでもこれ、ま、問題がすごく難しかったです。難しかったな。はい、顔を上げてください。それではお願いします。負けました。これは大丈夫ですね。では、一斉にお願いします。せーの、佐藤真彦先生です。最も分かりやすい。これはこれはやっぱり確かにすごいな。やっぱ投了に特徴があるのすごいな。一回も分かったことないんで言ってもらってもいい。見たことあるっていう。確かにリップクリームは確かに、いや、すごい、これだけは分かるって問題を一度引けたんでよかったです。これだけは分かる。いやいや、ちょっと大丈夫ですか。しびれが負けました状態。負け、もう負けちゃった。はい、顔を上げてください。それでは投了お願いします。負けました。長いな。分かったぞ、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 分かったぞ。で、結構手を駒田に置くタイプの先生ですよね。分かった。全然わからない。負けました。長いね。分かったぞ。誰もピンときてない。ああ、でもこの先生かな。何回もやる。ミュート。自信がありそうな。自信あります、これ。ちょっと待ってくださいね。負けました。ちなみにですね、ここまでのポイント、和志先生8ポイント、大地先生8ポイント、おー、同点、大地先生7ポイント、おー、まだあるぞ、はじめさん、3ポイント、え、でもこれ4ポイントいったら?4 ポイントいかないよ、ね。頑張れ。4ポイントでも届かない。4ポイントでも届かない。ということでね、ここの回答次第で優勝者が変わるかもしれない。それ大事ですね。負けました。いやでもここに出てる先生そんな負けないからな。確かに。それでは、じゃあいいですか、回答お願いします。じゃあ、豊島先生、藤井先生、豊島先生、豊島先生なんだ。正解をお願いします。豊島先生です。負けました。なるほど。置くよね、置くよね、置いて長いよ、長い、ちゃんと丁寧、丁寧。確かに、そうか、藤井先生は置いてないですね。置いてないですね。置いてないか。これ、こうだよね。うん、藤井先生はこうやって。確かに。この辺で手を置いてみる。そうそう、ここですよね。で、こう。豊島先生置いてるんだ。豊島先生置いてる。豊島先生はここをちゃんと置いて、投票するっていうことが特徴ですね。はい。ということで、すべて終わりまして、ポイントの発表です。大地先生、8ポイント。大地先生、8ポイント。渡辺和志先生、9ポイント。そしてなんと、はじめさん、はい、5ポイント。おということで、和志先生の優勝です。おめでとうございます。まあ、こういう、ね、いやーと、投了の、ね、仕草とか、まあ、皆様を、いろいろ、棋士の先生の、仕草を見て楽しんでいただけたらなと思います。まあでも結構、はい、伝わったんじゃないかな。結構伝わったんじゃないかな。うん。本当はね、こんな感じなんじゃないのとかね、うん、違うんじゃないのとかね、ちょっとコメントがあったらぜひ、コメント欄に寄せていただけたら嬉しいです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。